日本とジブチの関係とは日本とジブチの間における二国間関係である。1977年6月27日、日本はジブチを主権国家として承認した。日本とジブチとの間における外交関係は1978年に樹立された。ジブチ政府は東京に大使館を開設した。ジブチの大統領ハッサングレドアプティドンは 1995年と1998年に日本へ国賓訪問した。その後アプティドン大統領は第2回アフリカ開発会議に参加するために1998年で2度目となる訪日を行っている。イスマイル・オ・マルゲレ大統領も日本へ国賓訪問しており、2003年9月及び2010年12月19から22日に来日した。 日本の海上自衛隊は2011年よりジブチに海外基地を維持している。ジブチを拠点とする日本の海上防衛力はアデン湾と航海の海上護衛及び海賊退治を任務とする。海事隊員は2009年から任務を遂行しており、自前の基地を設営する2011年まではキャンプレモニエにおいて海事と同様にジブチに拠点を構えるアメリカ海軍と施設を 共用していた。2020年9月11日、自衛官出身者としては、初となる日本の特命全権大使として、元会場自衛隊員で全防衛省、情報本部長の大塚海夫が来たる16日付で、ジブチ中殺大使に任命されることが、閣議決定された。西岡厚市荒井達夫米谷工事大塚海夫、ラシャットアーメッドされファライスマイルグラル。 ブディンアホメドアライターアリーブラヒムビレドアレ。ありがとうございます。